河北市出身でプロ野球東京ヤクルトスワローズの奥川恭伸投手が地元の魅力を発信するふるさと大使に任命されました。大勢の職員が出迎える中、奥川投手は今日午後河北市役所を訪れました。河北市では市の魅力を広く全国に発信してもらおうと、地元出身の歌手や著名人をふるさと大使に委嘱しています。ふるさと大使は3人目で、今日は油の和一郎市長から奥川投手に委嘱状と名刺が手渡されました。一つでも、多く登板していただいて、一勝でも多く挙げていただければというふうに思います。そのことが、今日委嘱したふるさと大使として、河北市の発信にもつながりますし、まずはこう怪我をしっかり治して、もう一度こう一軍の、マウンドに立って、野球を通して自分が活躍することで、発信していけると思いますので、こうたくさん活躍できるように頑張っていきたいと思います。怪我の状態が気になる奥川投手ですが、チームの3連覇と日本一に貢献したいと話していました。